Do you want to improve your decision making and reactions in Tekken? Try E-Advantage. E-Advantage is a brain boosting supplement designed for higher competitive gaming. It works by combining powerful healthy ingredients like energy supporting vitamins and brain boosting nutritions so that you can finally hit that sick whiff punish or get that rank that you always wanted. Check out E-Advantage by clicking on the link in the description. The first 50 clicks will get a discount of 13.5% by using the code GENDA13. Thank you for listening and enjoy the video. そう最後フルミス選手を倒した時もあの壁投げで、はいはい、ダウン投げ壁投げ等々で大ダメージでしたね、はい、大ダメージを取っていったのでその部分はね生かすことができなくなりましたね。始まりますファイナルマッチ、伸びた優デルタスラスト、下段一発二発タックル、まだちょっとお互いご挨拶気そうですね、牽制し合ってる感じですね、はい。そして試合が少し動いて、おスクリューがスクリューからコンボはいけず、タックル切っている、もう一回切っている、さあノクティスがレイジ状態、はい、これを活かせるか、あタックルついとった、これはちょっとユウとしては不運でしたね。そうですね、タックル待ってる状況では掴まれた時に両パンチを連打すると入力精度によっては抜けることができる、はい、これはユウ選手はこれすごい上手いですよね。なんですけれども途中はユウ選手前に出るところにタックルされてしまったのでその部分がすごい投げ抜けが難しかったというところですよね。一方2ラウンド目ユウが武器を巧みに召喚しながらシフトを決めて展開を作ってますね、はい、あこれは読んでいたか、ショーバッパーに対して当てみ、このヘリ、いやどうだ、バックジャンプで距離を取っていく、さあ体力的にはお互い五分の状況からレイジドライバー、あっとそしてレイジャーズが待っている、シフトブレイクレイジドライブをガードしたことを逆手に取った、うまいですね、このレイジアーツが炸裂です、伸び、これは決まるでしょう、KO2 対0、ユーとしてはちょっと嫌なイメージが残りましたね、うまい、シフトブレイクで透かし確定を取っていきます、おら、3連発だが、ここは冷静に左横移動、いけるか。そうですね、ユウトシやっぱりあの下段から展開を作っていきたいところですね、はい、ワン・ツー・スリー、どうだ、一発当たれば KO も制限内だぞ、レイジドライブどっち行く、君行きパンチだ、大逆転、さあ今のは3択だったんですけども抜けられずと、はい、そうなんですよね、レイジドライブをコンボにマードックが組み込むと押し倒した後に右手か左手か両パンチかじゃんけんのような攻防がねあるんですけども、それはね仕掛ける側としてはミスったら倒しきれないし、まあ、仕掛けられた側のユウとしては読み勝たないと負けてしまうという極限の状況でしたね、ノビが読み勝ちましたね、さあ、さあ第1試合はノビ選手の勝利となります。さあ第2試合は、壁なしのステージでこれノビ選手がラウンド1試合を取ったっていうのは非常に大きいですよね。大きいですね。ですけどやっぱユウ選手は変わらなそうですかね。ノクティスらしいプレイをロイヤルスラッシュとデルタスラスト、うん、オラーとセイで2択攻撃を仕掛け続けるっていう、ノクティスらしいプレーが見られていたのでこれは多分変わらないと思いますね。そうですね、勇気を持って下段を当てて展開を作っていき、まあ、中間距離から遠距離をキープしながら戦えればユーリンは全然勝機があると思いますけども、はい、まあ、さっきの試合は伸びのいいところが本当に出ましたね。途中ユーがシフトブレイクのレイジドライブをガードさせて、攻めるチャンスってなったところをうまくレイジアーツで奇襲で迎え撃ったノビ選手の攻防もありましたけど、はい、素晴らしかったですよね。ですけどトッププレイヤーともなると同じ状況になったら同じ手は二度使わないだろうと、まあそれはもう当然修正してくると思うんで、はい、なのでそこの読み合いもまたユウ選手がレイジドライブを打った後の両者の行動注目になりますよね。そして選ばれたのは、まあ、通称豪気ステージ、はい、壁ありのステージの中では広い方、そうですね、ここは広い方ですね、はい、
今ユウ選手が2発打った、ボディこれですね、これがね、判定の高い上段攻撃を潜りながら当てることができるんですよね。さらに上段攻撃があるので相手は手を出しづらいと。はい、なので接近戦ではこの背の高いマードックに対してはかなり有効な手になります。来た、はい、ロイヤルスラッシュここで置き攻めもついてきます。下段ガードしてるが逆転してるからのこと、いや削り取っていくな。ユさあ残り体力はほぼ一度と、いやこれはかなり厳しい。なるほど、さすがにこのラウンドは取りましたね。思わぬ距離からのシフトブレイクからジャブを置いてると、これもまた奇襲の一つですね。シフトブレイク出し切っていくが受けたが反撃は入らず、さあどうだ、下段タックルが届いていない。うまい、うまい、やっぱ、いやしかしうますぎて距離が遠すぎましたね。先端すぎたんですね。はい、先端すぎたのでコンボが入らないと判断したユウ。下段一発からもう一発、うわあこれはレイジを生かせば、どうだレイジドライブ、壁あられを取っていきます。いやー距離が遠いぞ、今度は軸が難しかった。いや冷静ですね、しっかり待ってましたね。レイジドライバーをガードした後積極的に攻めたノビだったんですが、冷静にバックダッシュをしているのはユウ。ガードしてます、マイナス12フレームですね。おっとパンチを取っている、カウント抜けて中段、ユウがかなりいいが、そうですね、横歩きは効果的に効いているが、うまい、お互い上段部分をしゃがむ反応が素晴らしい。そうですね、接近戦殴り合う、ガードしてる、きた出れた、おー盛り返していきましたユウ。さあ先ほどの試合と打って変わって今度はユウが 3-0 で取り返すと、はい、むしろユウ選手はそのロイヤルスラッシュやデルタスラストというノクティスらしい攻めというよりはその本人のプレイヤースキルの高さでここを取っていきましたかね、はい、いやーこれは分からないですね、本当にどっちが勝つか。あとは接近戦でやっぱり、うん、ノクティスの使うボディショートアッパーが相当機能しているのかなと思います、うん、そういう戦略的な部分がかなり生きた2試合目でしたかね。これで1対1となりました。非常に拮抗しています。やはりステージも重要となりますが、そうですね、やっぱノビ選手の攻めに対してユウ選手が対応しつつあるので、ノビ選手がそこをうまく切り替えられれば優勢になるがというシーンですよね、はい、第3試合目はちょっと多分戦い方を変えてくる気がしますね。はい、さあこれ勝った方が優勝と、はい、優勝決定戦ですね。さあ緊張感のある一戦となってまいりました。勝利するのはどちらになるんでしょうか。ノビ選手のマードック対ユウ選手のノクティス。ユウ選手としてはやっぱりロイヤルとデルタの2択を変わらずかけ続けるでしょうから。そうですね、でこれをねマードックは体格が大きいのでその横移動で空振りさせるとかっていうのはちょっと難しいんですよね、はい、なのでそれを食らわないように近づいて有利を取って攻めを継続したいんですけどね。さあ選ばれたのはトワイライトコンフリクト。ここは、バルコニーブレイクがありまして下向きステージに行くとやや広めそうですねなステージになります。ラウンド1、さあ優勝決定戦です。勝つのはどちらになる。さあまずはお互いに様子見から下段、やはり前に出るのはノビ、前に出て攻めるということこそが彼の信条。下のアイスガードはついにガードした。ガードすれば大きい反撃が入ります。ノイヤル、ノイヤル、あれ警戒してても当たってしまう。ノイヤル折れない。これでお互い五分。そうだ、レイジドライブ両方とも持ってるが、どちらが発動するか。ノビが発動。
下段崩しに行ったところですが、あれはガードされたフリーなんですかね。そうですね。なのでその分を使ってレイズドライブを有効に活用したのはノビの方でした。終わり込んでる、うん、この回攻めが続く。横移動で避けて、うわー、2発目出していった。これはユウ大ダメージ。壁際2発確定反撃。さあここで大ダメージになるぞ。カウンター人、これは大きい。さあどうする。レイズドライブ、レイジャーズをかぶせてきた。さっきノビがやったこと、お返しと言わんばかりにユウが今度はやり返していったぞ。あめよって感じですかね。これはあめよって感じですね。好き放題買ってんじゃねえよと。さあ1対1シフトブレイクをダンクエロで返していくのはノビ。反撃返してガードしてる。お互いちょっと慎重になってきましたね。やっぱり1対1なんでこのラウンド重要ですからね。はい、先にリーチをかけると非常に第4ラウンドは優勢になります。しゃがんでるランプを確定。両対応のニースラー鏡ステータス下ロイヤル、これは大きい。壁まで運べるか。壁近いぞ。せい一発、せい二発。いやどうだ。おお、起き上がらない。行く、起き上がりを許しません。さあリーチをかけたのはユウ選手、優勝へリーチ。1対2です。ノビはここを越えられるのか。中間距離、お互い要請タックル成功。入る、抜けている。ワンツースリー、スタートするんだ。もう一発、これはどうだ。反撃を返す、ノビ当たらない。ユウが非常に優勢な状況。いやナイスカード。うわー、ゲダウンガードして浮かせた。さあこれはどうだ。まだあるぞ、うまい、拾っている。うわー、どうだ。初めに、いやー、うわー、ギリギリ耐えた。ギリギリこらえたぞ。ファイナルラウンド、これで全てが決まる。泣いても笑っても最後の一戦。ロイヤル、やはりマードスがロイヤルを回し切るのは厳しいか。どうだ、ボタン半分、ユウが優勢。いやー、打った。どうするんだ。下一発、うわーっと粘る。やはりロイヤルの攻める前を前に行くしかない。一度ぶつかり合い、避けている。さあどうだ、レイジを生かせるのか。ノビ、ユウは守れるのか。レイジャーいる、これはシャットアウト。レイジャー消費、レイジャー消費、もうない。うわー、縦でスラッシュしていった。右手を高く上げた優勝利、優勝はユウ選手となりました。おめでとうございます。いや大激戦だった、大激戦、すごい試合だった。